お疲れ。いや、最近開発された効率的な方法がありますよ。教会の方でもう手配してあるよ。ラボに行けば会えるさ。この前のあれさ。よ、なかなか見事な戦いでした。ケリ、かなり良かったですね。もっと詳しいお話を聞かせてほしいぐらいです。戦闘情報は全て報告してもらっています。情報を分析し、戦闘データをこの記憶チップに記録しています。記憶チップは戦闘力を強化してくれるものです。記憶チップを使えば戦闘が楽になりますよ。一度体験してもらった方が早いと思います。記憶チップシステムがご利用できるようになりました。まずはこちらから。まだまだ。こちらをクリックすると記憶チップの装備画面に移動で、記憶チップをクリックするとそのチップのステータスを確認、装備をクリックすると記憶チップを装備できます。チップを使用すると様々なスキルボーナスを得ることができます。スキルステータスをクリックする、残業かも。いつでも依頼討伐をお引き受けいただけます。記憶チップシステムがご利用できるようになる。オートモードをご利用になれば、さらにオートモード画面を開いたら、もう一度クリックして、こちらをクリックすると正式に自動依頼が開始します。
今日は残業かも。最近話題になってるあの日。記憶チップの使い心地はいかがですか？いや。こちらが今回のモニタリングデータです。身体強度の数値にも一定の向上が見られました。最終的な効果に関してはやはり実践で試してもらった方が早いと思います。記憶チップの効果はそれぞれ違います。特定のチップを組み合わせることで特別な効果を発揮できますよ。ぜひいろいろ試してみてください。何かあればいつでも言ってくださいね。記憶チップの分解と合成がお役に立つかと思います。記憶チップを分解してもう一度組み合わせることで新しい記憶チップを作れるんですよ。さあ、早速記憶チップの分解と合成を試してみてください。この画面から記憶チップのこちらのリストから分解するチップを選択してください。記憶チップを選択したら、その分解で獲得できるアイテムと個数が表示されます。ではこちらからクリックして選択してください。これで材料となるアイテムが手に入りましたね。戻るをクリック。こちらから合成画面を開いて、記憶チップの合成は配合レベルにより行える媒介を追加してレアリティを上げることもできる。こちらをクリックして配合レベルの選択。今回は配合レベル2を選択してください。 OK を押して選択を完了。記憶チップを合成するときはこちらからこちらに合成時に消費するアイテムが表示されます。ではランダム部位のかけらを選択してみましょう。合成ボタンをクリックして合成し、いかがでしょう。何よりの褒め言葉です。ぜひ記憶チップの機能を使いこなして我々も裏方として常に全力。残業かも。いつでも依頼討伐を引き受け。今日は残業かも。Thank you.
そこのお客さん、タクシーはどうですか？まだ家に帰れる時間じゃない。わかりました。いいぜ。まだ家に帰れる時間じゃないな。そこのお客さん、最新型のスマホ、超巨大パフェ、こんにちは。まあ、ありがとうございます。
お、当店のお茶を飲む。最新型のスマホお買い得ですよ。ヒーローフォーラムがご利用できるようになりました。ヒーローフォーラム、まずはこちらから。ヒーローフォーラムをクリック。ヒーローフォーラムでは市民の皆さんがフォーラム内の内容はチームレベルが上がるに、市民の皆さんがどんな話をし、いつでも依頼討伐をお引き受けいただけます。新幹部をもらった。